じゃあ行くよ。最近体験した怖いこと。はい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 、いっぱいあるよ怖い話。ある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 。かいくん、じゃあ翔子。そいつね、着てるのは白いダブダブのブリーフと靴下だけ。近所の大学生だって。突然校庭のトラックに現れて100メートルハードルに飛び入り参加。あ、その話知ってる。陸上部の高林がすぐに取り押さえて、そしたらその大学生が、お願い握手してよ、僕一等賞だよ。一等でゴールしたんだ , 笑える。声大きい。先生が来るよ。それって変態じゃん。すっごく膨らんでたんだって。何が？気持ちいい。秋葉さん、どこ？秋葉さん、返事しなさい。はい。すぐに帰る支度を。はいはい。今から井原先生が誘ってすぐ東京へ。来ました、タクシー。また後で電話します。秋葉さん、落ち着いて聞いてください。東京でご家族は事故に。すぐ病院へ行ってください。先生、荷物。東京愛生病院ですね。よろしくお願いします。事故って交通事故ですか？詳しいことはわからないの。ご家族皆さん怪我されたらしいってことだけ連絡が入って。秋葉さんのために修学旅行をやり直ししなきゃね。いえ、夏休みに毎年家族で奥多摩に出かけるんだけど、今年はクラスのみんなも誘ってみようか。トイレは大丈夫ですか？あ、
一応言っときましょうか。お願いします。冗談じゃねえよ、いい加減にしろよ。あ、すいません、愛生病院じゃなくて大学附属病院に行ってもらえますか。え、場所は分かりますか。あ、はい、道路地図が。どっち。はい、八王子のおばさんが病院で待ってるそうよ。はい。ビジョギジャンクションで首都高に入ったら飯田橋で降りた方が。飯田橋ですか。ええ、降りたら外堀通りに出ますから。練馬インターで降りるのとどっちが早いですか。え、あ、ちょっと待ってください。交通事故じゃないんでしょ。何があったんですか。みんな死んだんですか。誰が生きてるんですか。とにかく何も知らないの。秋葉さんのご家族が大変なことに巻き込まれたってことしか。父ですか、母ですか、弟二人のうちどっちですか。私を心配してわざと教えないようにしてるんでしょ。病院が変わったのはみんなもう手遅れだからですか。